ろ。南沢山登山道入り口 3.3 キロ。では出発です。すごい綺麗です。はい、よし、ちょっとギリギリ間に合わないかもしれないんですけど、はい、朝日に照らされて斜面が撮りたいですね。あ、開けました。ここの山頂、うわ、めっちゃ綺麗。のんちゃんは手前の樹林帯の綺麗なとこで写真撮ってて、先に、はい、私だけ、はい、先にちょっと来ました。あ、めっちゃ綺麗。あ、すごい。一気に開けました。すごい。すごい。ねえ、これはもうギリ間に合ったでいいんじゃないですか。めっちゃ綺麗。すごいねえ、うん、朝来てよかったね。今の気温は、はい、え？マイナス20。通りで寒いと思いました。いやー、でも、うん？まだ風がないんで。そんな体感はめっちゃ寒いっていう感じはないんですけど、はい、結構寒めですね。はい、さっきのちょっと開けたところの奥に標識ありました。南沢山1564メートル。もうかなりね、雪でこの標識も埋まっちゃってますね。
到着です。こっち側の景色、あちら辺静かの方だと思うんですけど、あすごい綺麗ですね。あの奥の白い山何やろ、あっちの奥に結構白い山見えますね。ひたすらこの綺麗な樹氷ロードを歩いていってます。南沢山からはもうほとんど平坦な道で歩きやすいですね。で、前半ほとんど動画撮ってなかったんですけど、南沢山のなんか中間点っていうところまでがすごい急登で、で、その中間点越えてからは平坦な道っていう感じでした。はい、めっちゃ開けました。あ、すごい、めっちゃ綺麗。めっちゃいい感じ。登った先、こっちかな、多分この辺だと思うんですけど、寒いんでくるっと撤収しまーす。綺麗やった。でもこの景色ほんまにね、ここまでは来てよかったよね。うん、めっちゃよかった、うん、ここ綺麗。美味しい、うん、満足しました。登らずとも美味しい。では、はい、下山します。寒い。樹氷が本当すごい綺麗です。青空と樹氷のコラボですね。止まった。逃げる。待って、滑るのうまない。ねえ、夜中暗かったからあんまり気にしてなかったけど、結構急登を登ってました。なんか見つけた？
あー本当や木に登っていく足跡がありますね。でも結構大きくない？猿？めっちゃ可愛いやん。はい、駐車場まで戻ってきました。お疲れ様です。あ、ペイペイしよう入山料金がペイペイで払えるみたいなのでペイペイで払っときます。はい、朝駆けいい参考でした。